8月8日号ウィークリーキャッチクエ香織子です。今週と来週は夏休み特別企画をお送りします。常識も文化も違うアメリカで日本人が子育てをすることはとても大変なことですが、例えば子どもが障害を持って生まれた場合どうしたらいいのでしょうか。ある家族の歩みを2週にわたってお届けします。ご覧ください。ニューヨーク州マンハッタンから車で2時間ほどの場所にあるスペシャルスクール。ここで寮生活を送る女の子に会いに行きました。ママの友達、こんにちは。セリさん、こんにちは。倉本セリさん、16歳。これは誰ですか。はい、誰これ。おー、はい、ママ。優しくセリさんに話しかける母親の倉本美香さん。セリさんはアメリカ企業に勤める日本人の父親と日本人の母親のもとアメリカで生まれ育ちました。生まれつき目がなく発達に遅れもあり複数の障害を併せ持っています。セリさんは4人兄弟の長女です。ちゃん頑張れ。次男のいつきくん、末っ子のラナちゃん、一番年の近い弟、長男の武蔵くん。家族は寮生活を送るセリさんに会いに毎週学校を訪れます。階段を上る練習です。学校では日常生活を自分でできるように練習しています。親だとあそこまで押せないですよね。そうですね、もうそれは本当やっぱ学校ならちゃんとやるみたいな。家に帰ったらAnd the carts over here. Left, right, good. Good, nice, good. すごい上手くなったと思わない、でも、ケイン。She is a very smart student. I can also say that she's very smart about walking and using this, going up the stairs and down and using the skills that we teach her. Within less than a year, she really has shown the decrease in support and stuff that she needs to be able to do it. So she's definitely...When you set up the environment for her there, she really rises to the occasion. セリさんがここまで成長するまでには長い道のりがありました。セリさんが生まれたのは2003年3月11日。生まれて初めて障害を持っていることが分かりました。目が見えないかもしれないから始まって、もう次の日には本当に専門家が来た時に、No eyes.って言われた時に、え、目がないってどういうこと、もうとにかくもう、ね、どうやって育ったらいいの分かんない、もう本当にあの真っ暗闇のトンネルの中にドボンと入れられたような感じで、もちろん生命私ももう何も見えなくなったような感じ、原因は不明。両目の眼球がなく鼻は額にかけて大きく湾曲していました。赤ちゃんの頃の写真を見せていただくと、ポラロイドの写真がほとんどでした。写真を現像してって出すとびっくりされちゃうんですよね。だからほとんどこれポラロイド。ああ、思いもよらなかった。そういうことですか。両親にとっては可愛い我が子。しかし、生まれたばかりの頃、母親の美香さんは、セリさんが障害を持って生まれてきたことを日本にいる自身の親にさえ伝えられずにいました。結局その目が見えないだけではなくって、まあ、顔面全体がうまく成長できてなかったっていうね、ああいう形で生まれたし、とにかく原因がわからないって言われたのが一番こう自分の中でなんでだろう
なんでだろう、なんだろう、私が行けなかったのかなとか、そういう障害があるということを全く知らなかったので、そしてまた全く予期してなかったことだったので、なんて伝えていいのか分からなかったんですよね。いや、もう本当何度も死にたくなって、何度もこう生理を抱きながら、あの前住んでたアパートの上に行って、どうしようかなっていうのはちょっちょありましたけど。外国での初めての子育て、障害を持ったセリさんをどう育てていけばいいのか。頼れる身内は日本で暮らしています。それでもアメリカで家族で生きる道を歩み始めました。頑張りそう。はい、頑張りそう。すごいね、セリね。頑張りそう。何かこう前向きにな一歩が踏み出せたきっかけっていうのはあったんですか？まあ、その目が見えないって分かった時に、うちの夫が一回わっと泣いたんですね。ごめんねって言って、でその後から彼がやっぱどんどんこう強くなって、もうとにかくどうにかしようよっていう前向きに、ドクターの話を聞こう、何をしようっていうのをすごいこう引っ張ってくれたんで、あ、この子が笑うだけでこうやって周りを幸せにできるんだっていうのね。そういう本当に日常の些細なことの繰り返しですね。であとはやっぱりいい学校に巡り会えた、いい人に巡り会えたっていうのが、少しずつ少しずつ私たちをこう一緒にこう階段上がって行かせてもらったんだと思いますね。まあ、完全にこう暗闇が抜けてるかっていうと今もわからないですけども、でもちょっとでもこう光が見えてきたのは、やっぱりこう私たちというよりは周りの環境がこう後押ししてくれているような感じで、アメリカで育てると選択した大きな理由の一つが、障害を持つ子を見守る周囲の環境でした。なぜ日本よりもアメリカの方がいいと思われたんですか？まず、まあ、夫の会社とか周囲の人がものすごくそのハンディを持った子供が生まれたことに対してすごいサポーティブだったんですね。職場にしても何にしても、ちょっとね、買い物とか行ってると、あら可愛いわねって言ってくれたりとか言って、多分みんなはって思うんでしょうけど、絶対会話をやめないですね。それでもこっちの人ってびっくりしたんですけど、でもこの子ね、目が見えないよとか言っても、シーズンビューティフル、もうそれだけはサンクスコーとか言われたりすると、あ、なんかこの人ってね、ビジレイクだけではなくて本当にそう思ってるんだろうな、あなたここに魂がいること、こんなに素晴らしいことないわよって言ってくれたりすると、でもなんかこう She's beautiful って言ってくれるのって、やっぱり親としてはすごく嬉しいですね。何気ない言葉であってもね、本当にこうみんなが声をかけてくれる環境にいるんだっていうことがすごく嬉しいですよね。うん、母親の美香さんはセリさんとのこれまでの歩みを本にしました。娘が元気でいられるのはかけがえのないことだと伝えたいと思ったそうです。みんなが本当に当たり前でないこと、朝起きて普通にね、目が見えてご飯食べられてっていうのがやっぱり当たり前じゃないっていうことを伝えてもいいのかな。で、私が外に対してこうやって伝えるようになったら、子どもたちはものすごく明るくなったんですよね。あ、セリちゃんのことをこういうふうに伝えればいいんだって、私言わないですけど、あ、ママああやって答えてるんだって、多分見てるんだと思うんですよ。お気に入りの写真、兄弟がお気に入りの写真を見せてくれました。家族写真、お、学校の時で、かわいい。今も毎週行ってる？はい、はい、毎週行ってます。毎週日曜日の朝は宿題やって、そしたら昼ぐらいに行く、はい、あ、そう、そう、毎週毎週行くのってさ、時々大変だなと思ったりはしない？はい、ありますね、宿題があると多分、はい、思う時はある。でもやっぱり会いたいから、会いたいから行く、会いたい、会いたい、お姉さん会いたい。そっかそっか、へえ、いい兄弟だね。セリさんのことを話す3人の兄弟の明るい表情がとても印象的でした。
アメリカの障害を持つ人たちに対する前向きでオープンな環境が家族の中でもオープンにできる環境を作ったきっかけの一つになったようです。さて、家族がセリさんと暮らす場所としてアメリカを選んだ理由には充実した治療と教育がありました。夏休み特別企画、来週はセリさんがいるスペシャルスクールについてお伝えします。それではどうぞ素敵な1週間をお過ごしください。ごきげんよう。